航空型駆逐艦は日本海軍の一等駆逐艦、同型艦2隻。谷風は1916年成立した84艦隊艦製案の一部に含まれる大型駆逐艦1隻の予算により建造され、航空は対象6年度追加予算にある84艦隊艦製案に含まれ、イタリアに譲渡した裏風型古風の大艦として建造された。 航風の予算は初代を解約したことによる、返礼金相当額が当てられた。先行計画の谷風よりも、航風の竣工が早く、類別等級表にも高風、航風谷風の順に記載された結果、本型は、航空型とされている、基本計画番号解30、前型であるイソ風型の設計を大幅に改良した。期間に初めて、オールギアードタービンを採用した間で、 計画は慎重に進められた。船体形状は、水槽試験で数種類を、比較検討して、決定、船体の重量軽減にも一層注意を払い、浮いた分を基幹重量に回した。4機の艦をすべて重油燃焼とし、日本海軍駆逐艦として、初めて、オールギアードタービンを搭載したことによって37.5ノットの高速力を実現した。なお、タービン形式は、 天竜型と同じブラウンカーチス式である。竣工当初はタービン翼の接損事故が頻発したが、臓器技術館の努力により蓄次解決されていき、本型以降の駆逐艦の指揮官は、重油戦勝艦とギアードタービンの組み合わせとなった。手法は、イソ風型より1期限の3機だが、装備位置を高くして高天時の放線能力向上を図った。ラ装は、前型と同一の、 45cm 連装3機6門を装備した。単焦灯は環境上の1機に加え、後部マスト直後にも1機装備し、野戦能力の強化も図っている。手法を環境の前後に1門ずつ装備するなど、同時期計画の天竜型軽寿命艦と艦型が類似し、河合貞定地造船艦の設計と思われる。全体的には来撃力と速力を重視し、 その分法力が犠牲となった。詳細は、航風を参照1916年8月10日、製造訓令、1917年2月15日、横須賀海軍交渉で寄港、同年10月10日午後2時30分浸水、1918年11月11日、浸港、全力講味では計画値を上回る4万馬力、39ノット強を記録した。 1934年4月1日除籍。詳細は、谷風を参照1916年5月12日。製造訓令。1917年9月20日。舞鶴海軍交渉で、寄港。1918年7月20日午前10時35分。浸水。1919年1月30日浸港。1935年4月1日除籍。 クレおよびその周辺で、防波堤として、使用、戦後解体。航風型は二隻で打ち切りとなったため、航風型のみの二隻編成で駆逐隊を編成した。第14駆逐隊。左から青い、谷風、菊く、航風。大正8年2月1日、横須賀守府席の航風、谷風で編成。同日、 神風型駆逐艦からなる仙台が第6駆逐隊にスライドしたことを受けて3代目の第3駆逐隊となった。大正8年11月1日にクレチンジュフに転籍。大正7年11月2日に神風型からなる仙台が横須賀に転出して第9駆逐隊に改名して以来の2代目第14駆逐隊となった。大正九年十二月十五日、もみ型の菊。 いを編入し、異例の二等級二種からなる混成駆逐隊となった。両者の性能に大きな差があることから、艦隊への編入は、第一艦隊第一水雷戦隊への一年間にとどまり、その後は洋行部部隊に派遣され沿岸警備に従事する。昭和14年12月10日、菊、い萩の小海底改造により、解体された、所属部隊と所属駆逐艦の編遷は、 以下の通り、各艦の館歴は、各艦の項目を参照。1919年2月1日、降風、谷風で編成。第2艦隊、第2水雷戦隊19。1919年11月1日、クレチンジュフに転籍。第14駆逐隊に解消。第2艦隊、第2水雷戦隊。1920年12月25日、心臓下、菊、葵を編入。 1921年12月1日、クレチンジュフ予備館。1923年12月1日、第一艦隊第一水雷戦隊。1924年12月1日、クレチンジュフ予備館。1925年12月1日、魔法用工部に派遣。1928年12月10日、クレチンジュフ予備館。1930年12月1日。 マイズル洋行部に派遣。1931年12月1日、降風。谷風は、クレチンジュフ部隊に転出。第16区畜隊より夕顔を編入。1935年11月15日、夕顔は、クレチンジュフ部隊に転出。第15区畜隊よりハニを編入。以後、マイズル洋行部、クレチンジュフ部隊として、沿岸警備に従事。 1939年12月10日解体、菊、葵、萩は、紹介定改造に着手、ありがとうございます。